下俊文さんが、ご来館いただきまして、上映後にご挨拶をいただけることになりました。なんか子供、これケチワの世界なんですね。あのアンデス先住民の世界にはケチワ、アイマラ、ワラニっていうそのそういうその民族の方が、あのアイデンティティ、文化的アイデンティティを持ちながら現在でも生きてらっしゃるわけ、もちろん 70% そうですから、あのいらっしゃるわけなんですけど、ただウユニ塩湖の近くっていうのはほぼアイマラの方々なんですね。アイマラの方々っていうのは結構優しくって、ケチワは結構強いんですね。ですから、あのインカ帝国の末裔って言ったら直系はあのケチワで、アイマラを征服して従属させて、あのインカ帝国を継承していったわけなんです。でもあのこういうウユニ塩湖の近くにも 何か所かあのケチワの村があったん でそこへあの行って、あのなんか子供たちを見つけようと思いまして、やっぱ主人公を子供にしたかったんで、ちょうど12、13歳ぐらいの一番 人生純粋な時の子供たちのなんかそういうものをさっとこう、まあ言葉悪いですけど、からあのこう救い上げたいなっていう気持ちがありまして、で学校にいろいろ行って、あの子供たちに「けいな、あの老ける人いないか?」って言ったら全員老けるんですね。朝あのポケットにいつもケーナを持って学校に行って、終わったらケーナを着ながら湖を帰ってくるわけなんです。それはなんでそういうことをするか言ったら、まあ何もないこともあるんですね、スマホも何もないこともあるんですけど、あのアンデスの風っていうのはケーナの音と全くよく似てるんですね。要するに真似てるわけです。ですからここで映画の出てきたあの子供たちが吹いてる、お父さんが吹いてる、おじいさんがあのね、あの音楽やってる、全部あのオリジナルっていうか、あのその人がやってる音なんですね。ですからそんなんできない人なんで誰もいないんです。ただあの上手い下手いはありまして、で子供たちは なんか学校に1人か2人を決めて、それを5カ所ぐらいのところからあのウイリンの町になんか無線で連絡しまして、あの来てくださいということで来てもらって、それで撮影の現場のここまで連れてきてもらって、あの車で来て5日間ほどの合宿をしました。それでどの子がいいかなって非常に迷いまして、あのまあ要するにご飯食べてね、あのなんか自分の食器を洗わないような人は子供はダメだとそういう感じの感覚もあの観点もあって、それで2人の少年を選んだんです。ただ僕のスタッフはみんなあのコーリーっていう、まあ、ちょっとおちょけた子供の方が主人公にしたら、あの演技がうまいんじゃないかなって言うんで、もう一人、でも僕はもうちょっと一人の、あのコンドリ君のちょっと ぼやっとした方が、まあ僕とよく似合ってるんじゃないかなと思ったんで、それでコンドリ君を主人公にして、で撮影に入りました。ただ、あのこの映画は全て、あの、なんていうか、まあ、あの、ドキュメンタリー、限りなくドキュメンタリーに近いドラマなんですけど、あの出演している方々は全部その現地のその場でやってる人にその時に行って、あの悪いけど今ちょっとあの撮影中だけど、なんかこうなんかそういう話をしてくれないかみたいな、そういうことの多々ありまして、あの例えば水車小屋のおじさん役なんて行ったら誰もいないですね。それでダメだなと思って、それでうろうろしたら道歩いてる人にちょっと悪いけどあのここで何かやってよということで、でやってもらったって、結構あの肩肘張らない撮影を目指して、あんまりスタッフにもそのいわゆる出演者にも緊張感を与えないっていう、そういうやり方をやったんですね。それはなぜかというと、僕がスペイン語もままならずね、ましてケチャ語なんて全くわからない世界なんで、やっぱり彼らに頼らざるを得ないっていう、そうしてくると彼らは結構あの演技やってくれるんですよね。今日見ていただいて分かりますけど、まるでなんかね、あの僕は見ててもみんなうまいんじゃないかなっていうね、でほぼ、いやほぼじゃなくて全員があのまあそこの人なんでね。ただ最初の頃はあこれはちょっとやばいんじゃないかなと思ったんで、あの役者を探したんですけど、まず映画の役者は誰もいない。あの演劇の人はち
ちょっといるんですけど、やっぱりそういう人と一回面接したんですけど、やっぱり演技臭くなるっていうか、ああこれはダメだなと思って、でこの、あの人たちに出ていただきました。あのコンドリ君とあのお父さん役の彼は、あのコンドリ君のお母さんのいとこなんですね。たまたまコンドリ君 の村に行くと、なんか彼がいたんで、あれ誰って、いやおじさんよって言うから、あれなかなかスマートだし背が高いしいいじゃないというふうになってもらったんです。まあ、あのそれから、あのまあファニーっていう名前なんですけど、女の子、あのうららっていう女の子の、あのあれは、あの抹茶っていう、まあ最後にあの金空のお祭りをやってるとこがあるんですけど、その抹茶でお世話になって学校の先生がいるんですけど、学校の先生に誰かいないかなとか言って、まあ道歩いてたら、あの3人か4人ほどのあの生徒の女の子が、あ先生みたいなことを言うて、でクスクスっと笑ってこう去っていくわけなんですね。で、あと思って後ろを僕が振り向いたら、あの4人中彼女だけがこっちをまた振り向いてるんですね。あっと思ってね、目線が合っちゃって、あこの子いいなということで、それで先生に頼んで、あの出てもらえないかって言ったら、すぐに OK 出していただいて、で彼女を撮影しました。でも撮影中はもうやっぱり、あのお母さんがずっと付き添って、あの来てました。で現在は彼女はあのオルロっていう町 の看護師さん、あの子供もいます。やっぱり年月の経つのは大変早くって、あのもう全然違う雰囲気になってましたですね。うん、まああのちょっと話戻りますけど、パチャママっていうことなんですけど、パチャママって、あの僕らパチャママパチャママって、まあ言う、まあ、みんな言ってるんですけど、でも言うだけじゃダメなんで、あのパチャママに、あの僕らは何かをあげないといけないんです。それは何かというと、あのトウモロコシを発酵させたチチャとコカの葉っぱ、そういうもの、それから金空のお祭りで、あの血を流してましたですね。あの大地に血を捧げる、これがあのパチャママに対するあのお礼なんです。ということ。時間です。ちょっとすいません、そろそろ時間。あ、そうですか。すいません。あのそれで最後なんですけど、あのこのタイトルがパチャママの贈り物って、あの贈り物っていう、まあ僕あんまり好きじゃなかったんですけど、贈り物っていうタイトルを作ったんで、使ったんで、あの今日なんか見ていただいて、まあ、1時間42分も時間と空間を共有していただいて、で表出て、あの商店街を歩かれるときに、あの各自それぞれあの違うと思うんですよね。あの贈り物、パチャママは何を贈り物してもらったのかなっていうね。でもそういうことをちょっとでも考えていただければ、あの僕がこの映画を作ったあの甲斐があると思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。受付の方でパチャママの贈り物作品単体のパンフレットも販売しておりまして、そちらの方またサインしていただけますよね。映画パチャママの贈り物の松下俊文監督のスピーチでした。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。